はい、本日はですねエコバッグを紹介していきたいなというふうに思います。でそれがですね早速こちらにあるんですけども、こちらです、グラナイトギアっていうブランドらしくて、僕は全然知らなかったんですけど、多分アウトドアがお好きな方からしたら有名なブランドやと思うんですが、こちらのエコバッグの紹介をしていきたいなと思います。でですね、僕ちょっと前にですねエコバッグの紹介をしてて、ノースフェイスのフライウェイトトートみたいな感じの名前の多分エコバッグ紹介したと思うんですけど、まあ、その時にですね、まあ、値段ちょっと高いなっていう方もいらっしゃったりしてたんで、まあ、ちょっとだけ値段安いやつあったんで、あ、これもちょっと紹介してみようと思って紹介するという流れになってて、まあそれプラス我が家もあのフライウェイトトートだけやとちょっと足りないので、新しいエコバッグを導入したという流れになってます。でまあ見てもらったら分かる通り、これ見た目がですねあのバイキンマンカラーということになってるんですけど、色味はですね他にももっとあの黒とかあったりとか、あとオレンジとか、まあいろいろあの明るめのカラーがあったりはするんですけども、あえて今回この色をチョイスしたということになっているので、多分万人受けはしないとは思うんですけども、こちらノースフェイスのプライベートトートが黒なんで、まあ、黒黒やったらちょっと分かりづらいなということで、あえてバイキンマンにしたということになっております。ではですね、まあ、こちらのノースフェイスのエコバッグもあるので、これと比較しながらお話ししていくという流れになるんですけど、今日の流れの特徴としては、まずこれどれぐらいの容量入んのっていうところと、で次に特徴とか、あとこの比較っていうところを話して、で次にデメリットを話しておすすめの人という流れのいつも通りのパターンでいきたいなと思います。でまずこちらがですね容量がどれぐらい入るんかということなんですけど、これが20リットルということになってて、こちらノースフェイスの方は26リットルなので、ちょっとノースフェイスの方が容量は大きくて、こっちの方が6リットル分小さいんですけど、まあ今これちょっと先買い物してきたんで、どういう中身が入ってるかっていうのを見てもらいたいなと思うんですけど、では出していきたいなと思います。まずですね、まあ、僕が好きなお菓子といえばそうですよね、カッパエビセンの桜エビ、こちらがまず入ってて、で次に我が家では僕もそうですけど嫁も好きな、バームロールのホワイトクリーム、そして次に僕が大好きなプリッツのサラダ味というのが入ってて、まあ、この辺はちょっとお菓子の趣味が出ちゃってるんですけども、それ以外にはですねこれ薬局に行ったんで、あのなんか薬局っぽいのは全然ないんですけど、野菜ジュースですよね。でこれが、2本入ってるということになってて、でその次がですねこちらあの僕が愛用してるワイドハイターということになってて、まあ、これはあの匂いが消えるので毎日洗濯には入れてるんですけども、これもう多分詰め替え2回目か3回目ぐらい購入してるぐらい、ヘビーローテーションで使ってます。ちょっと、まだ梅雨が終わってないのでちょっとムッとしてるので、除湿剤こちらも買っといて、これクローゼットの中に放り込むやつなんですけど、もうこれをちょっと買ってって、でこれが、たっぷり 500ml×3 って書いてるんですけど、一応6個購入して、でまあ以上かなという感じですね。はい、でこれでまあ空っぽっていうことなんで、まあ容量としては入るので20リットルやったらこんなもんですね。ただ後でも言おうと思ってるんですけど、ちょっとこの持ち手が細いんでそれが若干気にはなるんですけど、まあ次に行きたいなと思います。で次の特徴がですね、こちらまたコンパクトに畳めるっていうことなんで、まあエコバッグやったら当然っちゃ当然なんですけど、これはですね一応中に収納する形になってて、どこにあったかな、あ、ありましたね、こんな感じでちょっとなんかいびつな形でひっついてるんですけど、これ中にこういうちっちゃいカバンがあるんですよね。でこの中にピューって入れていってあげるっていうことになってて、ちょっと実際入れていきます。はい、とまあこんな感じの大きさになってですね、まあ、かなりコンパクトになるんですよね。これノースフェイスのやつと比べてもやっぱり大きさがちょっとノースフェイスのやつよりは小さいというか、まあでも横幅があれか、まあ微妙なところやな、まあイーブンっていう感じですかね、引き分けって感じなんですけど、まあ、これぐらいの大きさになるので、まあ本当に、まあ、野球部の方やったら分かると思うんですけど、野球ボールぐらいっていう感じですね。ちょうどまっすぐの握りもいけるし、フォークの握りもいけるので、ちょうど野球ボールぐらいですね。で重さがですね、これまあ見た目そんなに変わらないんですけど、まあ持っててもそんな違いはないんですけど、一応ノースフェイスの方が 120g になってて、こっちの新しく今紹介してるなんていう名前やったかな、忘れたけど、こっちの方が 80g になってるので、大体重さは3分の2ぐらいの重さになってるので、まあどっちも軽いんですけどね、40g の違いはあんま分からないんですけど、まあ一応重さはそんな感じの違いがあります。で次がですね生地になってるんですけど、生地がですねこれ両方ともリップストップナイロンという生地が使われてて、まあナイロンはナイロンで、ナイロンって言ったらまあ素材の中でも一番強度があるっていう生地になってるんですけど、その中でもさらにリップストップナイロンって言って、破れにくいというか引き裂かれにくいような素材が使われてて、これに関してはもう一個ついてるんですけど、何かっていうとナイロンの7倍か8倍強度があるって言われてるコーデュラっていうナイロンを使ってるので、本当に軍とかでもアメリカ軍とかでも使用されてるような生地を使われてるので、先ほど言ったみたいに結構生地感としては薄い生地感なんですよね。ノースフェイスの生地感よりちょっと薄い感じになってて、こっちのグラナイトギアが30デニールっていう薄さになってて、ノースフェイスの方は40
重デニールなんでちょっとこっちの方が薄いんですけど、薄いけどもそういうところで生地自体はめちゃくちゃ丈夫な生地を使ってるので、こうやって手を当てると指が透けるんですよね。それぐらい薄いんですけど生地としてはめちゃくちゃ丈夫にできてる。だから多少引っ張ったりそのボールペン中に突っ込んだりとかしても破れにくいっていうような仕様になってるので、まあ、この辺はアウトドアならでは の作りになってるんかなという感じでは思います。で次がですね、まあ、これノースフェイスの方も同じだったんですけど、こういうジップがついてるんですよね。なので買い物袋とかでこうなんか入れるとするじゃないですか、まあ、こういううまサラダ入れますよね。でこうやってポシッて入れた時にこうやってジップでちゃんと締めた状態でいけるので、例えば子供みたいにこういうカバンをぐりぐり振り回す人とかであっても落ちてくる心配はないというような感じになっているので、まあ、この辺は安心感があるかなというふうに思います。まあ、というのがざっくり特徴かなと思うんですけど、これやっぱりまたずっとこれ野菜ジュース映ってるな、はい、っていうのがまあ特徴になっているので、まあ、大体ですねこれノースフェイスの方のフライウェイトトートと似てるんですよね。リップストップナイロン使って丈夫に作られてるし、で上の方にはこうやってジップがついてるし、こんな感じ で似てて、まあ、このノースフェイスの方実際使ってて、あこの使い勝手めっちゃいいなってことで極力似たような形の形状を探してこちらを購入したっていうことになってるので、まあ、ちょっと似てる感じにはなってるんですけど、まあ、特徴としてはそんな感じかなと思います。でデメリットをちょっとお話していきたいなと思うんですけど、まあ、デメリットはですね、まあ、まずこれが見た目がちょっとバイキンマンっぽく見えるっていうのはデメリットなんですけど、まあ、ちゃんと真面目な話していくと作りがちょっとチープっぽく見えやすいやろなっていうところは思ってて、っていうのもなんでかっていうと先ほど言ったみたいに結構生地が薄いんですよね。だから薄いからこういうコーデュラとかリップストップナイロンを知らない方からしたらあれめっちゃ薄いやみたいな感じで思ったりとかするかなというふうに思うので、まあ、その辺はチープに見えやすいというか、例えば紐とかもそうやと思うんですけどちょっと細いので生地の知識がある方やったら全然この細さでも耐久性があるって分かると思うんですけど、そういうの知らない方からしたらパッと見あれなんか生地薄いしこの持ち手細いからなんか安っぽくないって思う方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、まあ、その辺はちょっと人によったらデメリットの部分になってくるかなと思うんですけど、まあ、多分使っててそんなに壊れるとか紐が細いから破れるとかっていうことは多分ないと思うんですけど、まあ、パッと見た印象はちょっと、まあ、チャッチーというかチープな感じはあると思うので、実際言うとこのノースフェイスのやつより丈夫なんですよねこっちの方が。やけどこの持ち手とかの素材を変えたら多分もうちょっとこう何て言うんですか上品な感じに見えると思うんですけど、いかんせん同じような作りでいって細く作ってあるからちょっと安っぽく見えちゃうかなという感じでは思います。で次にこれがですね、まあ、おすすめの方がどういう方かっていうとですね、まあ、まずこれエコバッグ普通の買い物袋としてももちろんそうなんですけど、それ以外にやったら旅行のカバンとしても使えるかなと思いますし、あと旅行とかって飛行機とか乗るじゃないですか、その時に飛行機の機内用バッグとしても使えるかなと思いますし、あとは旅行先で買ったお土産を入れたりとかっていうこともできるかなっていうのも思うので、まあノースフェイスの方でもできるやんけと思いはる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり旅行先の時って小さいのとか軽いのって正義じゃないですかって考えると、よりノースフェイスより小さくてよりノースフェイスより軽いこっちの方が旅行とか持ち運びとかには適しているので、まあ、旅行行きはる方もそうですし、あとそれ以外やったら例えば、まあ、僕の使い方になるんですけど、僕はですねこれをまあちっちゃくしちゃってもう常に車のダッシュボードに掘り込んどこうと思ってるので、まあ、僕みたいにこう持っていくの忘れたりとかしがちな方とかは基本多分買い物スーパーに買い物行く時とかって、まあ、車で行きはる方とかも多いと思うので、もうダッシュボードに掘り込んでさえおけば忘れる心配がないかなというふうに思いますので、まあ、それがなんでできるんって言われたらやっぱり小さくなるからダッシュボードにも掘り込みやすいし、でダッシュボードって意味わからん書類いっぱい入ってるじゃないですか、でもその中にもこう隙間のようにピューって入れたりもできるので、まあ、その辺はいいかなというふうに思うので、僕の使い方としてはこれダッシュボードに掘り込むよ、でこっちは玄関に置いとくよっていう感じの使い分けをしようかなというふうに思ってます。でもう一つですね、デメリットちょっともう一個思い出したんですけど、それが何かっていうと、こっちのノースフェイスの方はですねなんと5秒で収納ができるっていう特徴があるんですけど、まあ、ちょっと一回見てもらいたいなと思うんですが、では、5秒でいきますね、よーいスタート、1,2,3,4,5という感じで入れていけるんですけども、こっちの方のですね新しいグライナイトギアの方はちょっと収納がですねちょっと時間かかるんですよね。っていうのもなんでかっていうと入り口が小さいのでちょっと入れづらいんですよ。なのでこれに関してはちょっと8秒ぐらいかかっちゃうかなと思うので、ちょっと入れていきたいなと思います、よーいスタート、1,2,3,4,5,6,7
8という感じで入れていくので、まあ、ちょっとこっちの方が入れにくいのは、まあ、デメリットになってくるんかなというふうに思うので、まあ、ここも一応デメリットの一つかなというふうに思います。はい、というのがですね、こちらのグラニアイトギアのエコバッグということになってるんですけども、まあ、僕今回このブランドを初めて知ってですね、まあ、実際使ってみても、まあ、全然使い勝手が悪いとかはないので、まあ、これからガンガン使っていくかなというふうに思いますし、まあ、あえてこうやって紫を選んだのも、まあ、自分っぽくないというか、今まで選びそうになかった色なんで、まあ、これはこれで良かったかなという感じでは思っております。はい、ということになっているので、まあ、この、主婦スタイルでお別れしたいなというふうに思いますので、本日はですね、グライナイトギアのエコバッグを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。